11番か13番のバスに乗ると行けるそうです。しばらく待ちたいと思います。バス降りました。発達門って読むんでしょうかね。ここの前のとこのバス停で降りました。合ってるんでしょうか。ちょっとマップ見ます。これがここか。発達門で横断歩道を渡りました。ちょっと案内所に行きたいと思います。周辺にはいろんなお店が、バーガーキングとかロッテリアとかいろいろありますね。コーヒー屋さん、カフェ、いろいろあります。こちらが今西側の方ですね。インフォメーションがあります。あ、すごい。あ、うお、すごいな。そして見てください、このまた昨日思い出す以上の坂です。すごいなこれ。インフォメーション行ってみましょう。あ、お辞儀をしちゃった。誰ですか？日本の方ですか？あ、日本です。あ、はい、日本語大丈夫ですか？はい、あ、すいません。これ見て回りたいんですけど、チケットってどういう風にしたらいいんですかね？チケットは、見れる全部が3500。オッケー。じゃあそれをください。韓国、あ、スウォンのこの道、はい、チキン道があるんですよ。近い道。チキン。鳥。鳥肉。じゃ鳥道。うん。あ、チメっていうビールと鶏肉一緒に食べるのが韓国式の食べる形があるんですよ。なるほど。それ有名ですね。今ヨーロッパの人とかはそれチメ食べるためにここにいるんです。あ、チキン通り。チキン通り。あ、なるほどなるほど。ここが有名なんですね。そうです。それでこの道は全部このチキンとか。なるほどなるほど。食べられますね。順番的にはこう見た方がいいのかな。順番はこの道からまっすぐ行けば、はい、変軍が出るんですね。変軍からこうソジャン寺まではまだ階段があるんですよ。上上がる、はい、で出てから、行けます。それでここまで10分くらい歩けば出るんですね。それで懲役を沿って歩いてここまで行けばいいと思いますね。じゃあこう来て、こう来て、こうなんだ。うん、そうです。2時間から2時間半ぐらいかかる。わかりました。2時間半。でも今日はちょっと暑い。暑いから休みながらね。わかりました。じゃあチケットください。はい。はい、チケット代わりにこれを、このシールを服に貼るそうです。こんな感じかな。はい、今日ものすごく暑いので休みながら行きたいと思います。今日日本語がすごい上手な方がいてすごく助かりました。値段は、全部込み込みの券で3500ウォンです。大体300円ちょっとぐらいですかね。日本語の上手な方に教えてもらったおすすめのルートで行きたいと思います。今この辺で、こういう風に行って、このルー内を見る感じですね。はい。では行きましょう。あ、そこになんかハートがある。なぜかおもむろにハートマークがあります。あれなんでしょう。まさか写真スポット。あ、まさかっぽい。雑貨屋さんとかもあります。お、ワンちゃんも暑そうですね。今日何度だろう、気温。現在の気温は30度みたいですね。結構暑いです。あ、日本と変わんないですね、暑さは。お、ここなんだ、何屋さんだ。さあ、植木とかかな。花関係、雑貨屋さん。
ちゃいパグみたいな、かわいいですね。あーかわいい、パグとチワワが、混じったみたいな顔してますね。ミックスなんでしょうかね。あ、見えてきたかな、あそこかな。一つ目の見どころに向かって、歩いてます。そろそろこれ曲がったところら辺だと思います。